は玉島音島にやってきておりますが、ゲイル君です。よろしくお願いします。国道2号線をとにかく高橋川を越えまして、で玉島市街地方面、のですね、ある小高い山の中腹にやってきている。ここは一体どこですか？そうですね、ここすごい高い山があるんですけど、この上に昭和20年5月に大砲があったということで、降格砲ですね、対空砲、まあ、飛行機を撃ち落とす大砲がこの山の上にてっぺんにあったということで、はい、今日ちょっと国司さんと潜入していこうかなと。あ、そうです。じゃあ、まあひとまず行ってみようか。はい、行ってみましょう。行ってみましょう。一応道が整備されてまして。ですね。これなんか地図によるとこの先になんか稲荷神社があるということで、うん、ひとまずそっちの方に行ってみましょう。はい、あ、そうです。はい、稲荷神社の、まあ、つまり参道ですね、になってまして。一応あの石積みなんですよ。石積みの階段なんですけど、もうコンクリートでほぼ舗装されている、だいたい幅が1メートルちょっとですね、道を歩いていまして、ここは両側にお墓があるんですね。お墓がある。結構急ですね。急、かなり急ですけど、まだまだ若いんだから、そう、大丈夫ですよ。思ってたより急です。 急でびっくりしてます。なんていうの、やっぱ軍事施設なんで、こういう急さも大事なのかなと。ああ、つまりあの誰でもね、近寄ることができないような場所に、はい、設置しているということかな。そうですね、うん、でだからあのその当時は一般の人も立ち入り禁止だったので。はい、そういうことですよね。はい、陸のもう要塞のような感じで。あ、なるほど、存在してました。はい、もう今わずか10秒ぐらい登っただけで、かなり急な斜面だからですね。我々の車を止めてるところがだいぶ下に見えますね。ですね、本当になんかあっという間にこんな高さまで、ね、だいぶ高いところまで登ってきました。さあ、景色がいいですね。ですね、ここの新倉敷の方がよく見えるようになりました。ですね、さらにじゃあ登ってみましょう。鳥居が見えてきました。そうですね、稲荷神社が見えてきました。見えてきましたね。はい、はい、どう考えるかって。じゃあ一礼して入りますか。はい、はい、お邪魔します。はい、でここなんですけども、はい、このちょっと道、ちょっと草が生い茂ってるんですけど、はい、この先に電炭っていうのが あったんですよ。だからその電波端子儀っていう当時でいう、まあ、レーダー施設みたいなのがあったんですけど、今は残ってないというかわからないので、まあ、これはちょっと省略というか、はい、この先にあったレーダー探知装置があった場所があるんですね。はい、はい、もう今はもう何もなくなって、はい、じゃあこの本殿を今正面にしてますけど、どっち行ったらいいですか？この本殿の横を通って左側のところからね、はい、ちょっと入っていきます。でもこの本殿新しいな。ですね、コンクリートでできてますからね。ですね、はい、比較的最近作られたものだと思われますが、中に太鼓があって、あの降り積もってる、落ちた笹の葉でさらにも絨毯で立ってるわけなんですけども、一応細い道が、道っちゃ道ですよね、これね。そうですね、人一人入る通れるぐらいの道ですけど、すごいコンディションが、まあ、あんまり良くない。竹の子でも掘りに来たのかというようなとこですね。そうですね、なんか本当に竹林の中を、そう突き進んでる感じですけども、はいはい、この先にあるということです。そう、はい、またクマロスの糸。クニさん苦手なんですか？え？苦手なんですか？何ですか？クモの巣苦手なんですか？はい、あ、クモ苦手でしたね。そういえばなんか聞いたことあります。
まあ、あまり、そうですね、あまりお会いしたくないかなって。別にそこまで嫌ってるわけでもないです。まあ、よかったらあんまりお会いしたくないかなって。ちょっと広い道に出ますけど、はい、まだ、竹林の中なんですよ。もう完全に道の、土の上の笹、枯れた笹の葉がたくさんもう、立ち上がり合って落ちてって感じでございます。こういうところって結構湿り気があってちょっと滑りやすい状況なので気をつけていかないといけないです。本当にある？あ、あります。もうある、はい、本当。まだだいぶ先ですけど、もう普通にハイキングしてるような感じなんですけど、全くそういうなんていうんですか、建築物的なものもなく、普通に昔から山にあったであろう大きな岩がむき出しになってて、その岩と岩の間から竹がどんどん成長しているっていう畑林の中に作りで、あ、まだ竹、あ、なんかあるよこれ。ダメかなこれ。あ、でも、あ、ダメだこれ。そうですね。でもちょくちょくありましたね。なんかまだ、あ、まだ行けそうなのあった、はい、もうだいぶ時期過ぎてると思って、意外とまだまだ行けるような食べ物が生えてる。大丈夫、あ、まあ、これ大丈夫だと思います。蜂、あ、でも刺さないやつですね。よくわかるね。またそうですね、鳥が赤色にね、はい、朱色に塗られた、今度は木製の可愛らしい、決して大きくない鳥居が目の前に来ました。この鳥居の先には古墳っていうか遺跡があるっていう。遺跡なんですか？はい、行ってみましょうか。じゃあ入っていきます。この大きな石積みはじゃあお墓だ。すごい、あれですね、はい、なるほど、古墳のなんかね、うん、あの入り口ですね、はい、うん、そんな感じですね。岩がむき出しになったのかなと思ったら、これ人が積み上げたお墓、ね、古墳ということで、小さな祠がその岩を囲まれるように、あります。この上に存在するということで、はい、2つ砲台跡があるということで、ちょっと順番にちょっと見ていきましょうか。はい、あ、そうです、ずっとまっすぐ、ヒルフも行かんない、あ、行った方がいいです、わかりました。すいません、ここで戦闘交代。はい、ちょっとこれ草結構生い茂ってますけど大丈夫ですか？草だいぶ生い茂ってますけど大丈夫、まあ、虫がいたら言いますんで言うた頃に遅いちょっと、だからもうつまりかなり草がもう生い茂ってて道がもうわからなくなってきましたけど、もうほとんど誰もゲール君、はい、来ないですね。訪れる人がいない。いないですね。ね、そういうことですよ。もう、あ、かなり虫が、あ、向こうですね。あった。ちょっと分かりにくいんですけど、この先にここですね。この大きなくぼみというか、どれどれ、あのなんか隕石が落ちたかのような穴があるんですけど。穴が開いてますね。ものすごく大きな。直径、直径どうだろう。10メーターぐらい、はい、ありますね。で、深さももう5、6メートルぐらいは優にあるんじゃないかっていうのは、はい、かなり深く削られている穴があります。はい、はい、ありますね。はい、で、そのまあさらに穴があるんですけども、見えますかね。奥にですね、あれはそれこそコンクリートで作られてるのかな。そうですね。なんか何か穴が開いてますね。そうですね。くぼみの中に穴があるんですけど、はい、あれはもともとその弾薬が入ってた。弾薬穴みたいな、弾薬庫、はい、弾薬庫ですね、のいわゆる弾薬をしまってた場所と。そうですね、はあ、そう、はい、でその本当にこの穴の中心部分に大砲があった。そうですね、近くまで、もっと近くまで行けるんだ。行ってみますかね。行ける？じゃあ行けますよ。気をつけてよ。はい、大丈夫です。かなり枯れ葉がもう道の上に堆積して、やろうかな。この向こうにも同じような、同じような穴がありますね。そうですね、穴のね、両脇2箇所、コンクリートで作られた、まあ、
穴っていうかな、はい、ちょっとした空間がありますありまして、じゃああちらにもあるかな。そうですね、もうここより分かりやすいです。何がそのここに砲台があったというのが分かりやすいのが次です。次、はい、ここはまだ本当に何があったか多分分かり、まあ、確かに、はい、だってね、そのえぐられたちょうどまあすり鉢状になったそこのところには木が、はい、もうね生えてて、それがもう朽ちて、はい、倒れてるっていう、だからまあもうそういうまさかね、砲台があったとはもう思えないですね。ただ穴掘っただけみたいなイメージはありますね。ただまあ唯一の分かるかなという手がかりというか分かりやすいのはそのコンクリートの、ね、はい、穴が2箇所開いているというのが、まあそこにね弾を隠してた場所だと、はい、いうことですからね。はい、はい、じゃあもう1箇所、はい、行きましょう。わかりました。はい、そうですね、水島コンビナートが見えます。見えます、はい、あ、そういう、地理的な場所でございます。わあ、もうすぐなんですけど、はい、もう こっち、はい、そっちです。高橋川の河口じゃない。そうですね、はい、もう瀬戸内海と合流地点の方見えますね。そうですね、綺麗に見えてます。綺麗に見えますね、はい、あ、なるほど。そう、景色がいいからここに砲台を来るという、まあ、見渡せるから調子がいいから。おっ、そう、もう一箇所のここは分かりやすいと思いますよ。近づいてきました。あ、今回のこの場所も、丸く穴がですね、掘られていまして、円形にね丸い穴が掘られてるんですが、前回のところとは違ってですね、このもう360度の周り、その穴が開いている周り、すべてコンクリートでしっかりと補強されていまして、もう360度四方八方に、穴が開いています。穴というか空間ができています。じゃあここにやはり砲弾を。そうですね、ここがあの格納してた場所なんですね。場所ですね、はい、砲弾を隠していた場所がよくわかります。だいぶ深いですね、さっきのところより。穴の大きさも本当にあの直径も もっと先ほどのよりもあるし、はい、そう、深さもかなり深いということですね、はい、あ、貴重な場所ですね。ですね、これは77年前に実際に動い大砲があって、実際に使われていたということなんで、なんか本当に深いですね。なんかまあそうですね、はい、まあ、こういった場所が実際にね、倉敷のこの場所にあって、しかもきちんと説明書きもありますので、はい、で、まあ、どなたでも比較的来やすい場所にあるんで、はい、ぜひね、その子供さんとかね、あのおじいちゃんおばあちゃんと一緒にこう連れてきてもらってね、あのやはりもう平和が本当に大切なんだって、戦争しちゃいけないんだっていうね、はい、いうことをまた改めてこの場所で考えてほしいですね。そうですね、はい、じゃあ今回はね、まあ、来月、6月はね、やはり岡山にとって、当時の戦争を考えるとてもいい月でありますのでね、ピエール君に倉敷に残る、まあ、戦争の遺構、はい、砲台跡、はい、案内していただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。